桑名の金魚祭り。ここは東海道五十三次七里の渡し屋と桑名を象徴する万竜櫓、桑名十万石の城主本田忠勝像です。桑名城跡に作られた公園、休暇公園、新国四国神社、三日の本学では神輿の練りと参拝が行われます。多くの露店が並びます。今つつじ祭りも開催中です。金魚をかたどった提灯が浮かべてあります。ここは三の丸集会所です。三の丸自治会には三基の神輿があります。金魚祭りの由来が書かれています。100年以上前から続く初夏の風物詩金魚祭り、新国四国神社の例大祭で大いににぎわいます。こちらの自治会ではお子さんの喜ぶ金魚すくいの代わりのスーパーボールすくいや水風船がもらえます。楽しいよね。ここで佐伯町さんに金魚祭りについてお話を伺います。今日と明日と、金魚祭りというお祭りがありまして、今日は、各町内が町内だけを、練り歩きます。そして明日が本学ですので、明日は各町内とも皆さん後ろの神社の方で参拝していただきます。盛り上がるのは多分明日かなと思っておりますので、明日もまた足運んでいただければ私としてはありがたく思っております。毎年この時期にありますので、また今年来れなかった方も来年お越しくださいませ。よろしくお願いいたします。これより町内を練り歩きます。わっしょいの掛け声とともに、金魚のみこしは子供たちに担がれて元気よく練り歩きます。幼児も笛を吹きながら元気に行進しています。ここで記念撮影とアイスクリームタイムに入ります。記念撮影です。じゃあアイスクリーム食べよう。三の丸自治会長さんです。ハプニングがありましたが、良くなりました。せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、ちょっとね、元気だ。これより、三の丸肉を一軒ずつ回って行きます。ご祝儀をいただいたお家には、みこしを三度上げ、ご利益がありますようにと伝えていきます。はい、回転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 、
わっしょい、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 せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ、集会場で一息ついた後に三の丸一句を練り歩きます。わっしょい、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 よいしょ、よいしょ、よいしょ、わっしょい、わっしょい、子どものわっしょいの掛け声が町内に響き渡ります。明日は本学一層盛り上がることでしょう。金魚祭り元気をいただきました。